この霧が川中島の天地をおぼろとするか。聞け皆の者、この霧が晴れ次第進軍する。今は次なる戦に備え休むがよい。はは、みなさっきの進軍の疲れを癒せ。休息も仕事のうちぞ。はい雪村様。いいんじゃない、大将も随分らしくなってきたじゃないか。敵襲霧に乗じて。ごはん忍び込ませた、だと？何やってんだ俺様は。さてこれ以上敵を調子づかせるのは気に食わねえな。足止めに徹するのだ。やつが息切れるまで。くれている。はばかりながら今こそ進軍の好機と存じますれば。人は炎に惹かれる。俺もまた松永さん。これほどまでとは思っておりませんか。時間稼ぎ、ご苦労さん。あとは俺様に任せな。これでは敵方にて白い旗が不足してしまいますな。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。欲望の趣旨ではなく、あえての虚無を育てなさるか。まずおぶりかがれよ、誕生か。俺様に勝てそうだとか思ってない？朗々たる壇上か。大将油断するなよ。せっかく大将らしくなったんだからさ。見るべきものはあらかた見たな。では仕上げていこうか。しかし深い霧だ。数歩先が全く見えぬ。虚空を焼けば息も詰まる。致命の利だな。不思議なことだ。所詮は己が主君頼りか。湯雲が効いて呆れるわ。戦場に拉致を開けました。さあお急ぎよ。持たざる者どもめ、無駄な時間を使わせる。さらばだ友よ。異なるどこかにてまた会おうぞ。
だしばらく晴れぬか。来るな。それがしはムクロウ、生きた証を残したいのだ。兵に動揺が広がっておるな。早いところ落ち着かせねば。立ち上がれ。主の神を裏切ってはならぬ。帝国だというのでサスケからの報告がない。何かが起こっている。絶好は任せてください。俺ができるのはそれくらいだ。さすがに反逆も呪しも上がるまいて。悪いな母ちゃん、これかわいそうもねえわ。帝もそこが知れるもんだ。では先へ行かせてもらおうか。炭を。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田にサラダアーリエ。いな、火の元にこの雪村アーリエ。紛れての奇襲見事なり。だがこの雪村、親方様のもとへは参らせぬ。兄の温度はいささか面倒だな。万が一風魔に伝播してしまっては厄介だ。貴殿がそれを悪しきことと称するならば、我が穂村、風の奥底に見事灯してくれようぞ。妙だ。霧の中に人影が見え隠れしているような。気のせいか。いざ尋常に。もう終わっておっただと。そっくん深く。みんな親方様を守れ。数ある戦の一つ、この劣勢だね。所詮は後の笑い話よ。いいから俺は置いてけ。もう走れねえや。人は城、人は石垣。神草の思い、乱世の今こそ噛みしめようぞ。貝の赤き虎剣山。たかが霧と侮った。すべてはわしの油断よ。風魔をもてあそぶ所用。お主、人の心を何とする。あら、器だな。人でもなければ心もない、ただのものだ。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。そうら。
欲を恐れることなどないよ。無欠などただ一人のみだ。いらないな。ここは静観して挽回の機を待つべきか。手加減などせん。絶叫言うにはおたしなみたまえ。私についてこい。いずれわしも将を退く日が来る。だがそれは遥か遠い先の話よ。わしも老いたわ。火の音、死の音、いささか飽きたな。耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。